皆さんこんにちは、まなみです。今回は RX7 の LED テールランプの修理を行います。実は運転席側のテールランプが車検の時に LED の玉切れを指摘されて車検に通りませんでした。 LED の玉が5つほど切れていたんですよね。それと助手席側のテールランプも時折点灯しない時があるみたいです。なので助手席側が正常に点灯するかの確認と運転席側の LED の玉を交換して車検に持っていこうと思います。まず運転席側のテールランプの LED 発光テストを行います。左手に持っているカプラーは4芯で、1つはマイナスのアースで黒いクリップをつけています。残りの3つの端子はウィンカーランプ用とスモールランプ用、ブレーキランプ用となります。ブレーキランプ用とスモールランプ用では LED の明るさが違うのが見てわかりますね。ブレーキを踏むと明るく光ります。ウィンカーランプも問題ないようですね。動画内では指で示したところの LED が切れてました。続いて助手席側のテールランプも通電テストをします。ウィンカーランプは問題ないようです。次にブレーキランプがつきましたが様子がおかしいです。スモールランプは問題ないようですが、ブレーキランプは車体の内側の明るさが外側よりも暗いようです。今度は左右で比べてみます。やはり助手席側のブレーキランプがおかしいです。内側の明るさが外側よりも暗いのがわかります。なんか内側のランプがチカチカしてて接触不良な感じですね。続いて運転席側をチェックします。こちらはウィンカーランプは OK ですが、内側の LED が5個不点灯でダメですね。内側の下側5個が点灯していません。ということでまずは助手席側の内側の暗い LED を修理していきます。何度か通電させてみると、ついた。おい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 、気のせいってことか。消えた。これだ、なんか接触不良だね、中で。内側の LED がチカチカして変な感じがします。テールランプ本体に接続されているハーネスを揺らすと電気がついたり消えたりするので、ここに接触不良があるんだと思います。なのでハーネスからテールランプの接続を外して内側の LED 単体でテストしてみます。車のハーネスは普通の電球に電気を送るようにできているので、 LED ランプに電気を送る場合はその接続部分は電球に模した形をしていて、外側がアースで底面に2極の接点があります。片方はスモール用で、もう片方がブレーキ用です。電源カプラーを指で押さえて金具を揺らしてテストしてみたのですが、どうもしっかりとカプラーを固定できなくて接点不良かどうかの判断ができませんでした。なので接点にリード線をハンダ付けして確認することにします。余っていたリード線を剥いて配線を出してしっかりねじってペーストを塗り込んで、3センチぐらい予備ハンダをしてリード線を接点にハンダ付けしました。しっかりとついたので余計なリード線をカットします。マイナスのクリップがついているのを確認して赤いクリップをリード線につけたら点灯し続けています。いくら配線を動かしても明るさが明るいままなので、暗かった原因は端子とハーネス側の端子の接触不良だったと思います。
再度点灯を確認してハンダ付けしたリード線をカットします。続いて接続不良の対策をします。ハーネス側の端子と LED 電球側の端子が接触不良を起こしているので、 LED 電球側の端子に追加でハンダを盛り付けて、ハーネス側は板状の端子部分を爪で持ち上げて、 LED 電球側の端子としっかり接触するように調整しました。接触不良防止も兼ねて接点復活剤を拭いておきました。ハーネスと LED 電球の端子を再度接続してもう一度テストをしてみます。クリップをカプラーに接続してみると、無事にスモールランプとブレーキランプが点灯しました。お、大丈夫だ。ウインカーランプもちゃんと点灯しています。ということで助手席側のチェックは終了です。左は終了。あとここの割れはプラリペアだな。助手席側は車体に止める部分が一部割れているのが分かります。反対側と見比べればすぐに分かりますね。この割れているところをプラリペアで補修しようと思います。なのでこっちで型を取ってこっちにはめるってことをやってみよう。これはプラリペアのセットでついてきた型取りくんってやつです。これをまずはネットにつけます。型取りくんだってお湯につけるって。ちょっとお湯の量が少ない気がしたので追加で熱湯を注ぎました。しばらくつけてみましたがまだちょっと硬いようです。もうしばらくつけるといい感じになりましたが手が熱いです。それでは型を取っていきます。原型は左右で対称になっているので型は上から押し付けて取ります。型取りくんが冷えれば型が完成するので、その間に造形する側をアルコールで清掃します。続いて破片や本体の接着面積を少しでも増やすためにヤスリで少し斜めに削ります。削り終えて再度アルコールで清掃しましたが、ちょっと削り足りない感じだったので追加で削り再度アルコールで清掃します。破片があるのですが、こちらはあらかじめヤスリで斜めに削ってあります。斜めに削るのはプラリペアとの接着面積を増やして強度を出すためです。こんな感じに破片をつけます。ぼちぼち型取りくんも熱が冷めてきたのでプラリペアの用意をします。付属の小さいカップにプラリペアの粉を入れておきます。動画には映っていませんが、専用のスポイトにプラリペアの揮発性の液体を入れます。それでは型取りくんを型から外します。なんか少し硬いビニールがプラスチックにくっついてるような感触です。
ちょっと張り付いて硬いですが、うまく剥がれました。そしたら型取りくんを裏返して造形したいところに当ててみます。ここに割れた破片をくっつけて補修したいのですが、よく見るとプラリペアで埋めようとしているところに型取りくんの型がはみ出しているため埋められないので型を作り直します。もう一度型取りくんを熱湯につけて柔らかくして型を取ります。今度は型取りくんが型の原型にかぶらないように慎重に作業をしたつもりでした。軽く押さえて空気を抜いて型になじませます。型取りくんが冷めるまでハーネスを束ねている黒いテープが汚かったので、新品の青いテープで巻き直します。型が冷めたので外してみると豪快に型にかぶってしまいました。残念です。とりあえず型がはまるか試してみます。うまくはまったようです。破片を入れようと思いましたが、かぶっているところが邪魔なのでハサミで邪魔なところを切り取ります。型取りくん自体はそんなに硬くないのでハサミで十分に切り落とせました。他にも邪魔になりそうなところがあったので切り落としていきます。再度はめてみましたが、まだ邪魔な部分があったのでカットします。そして破片をくっつけてみましたが、あらかじめ型取りくんの中に破片を入れておいた方が良さそうなので、破片を入れて取り付けたらいい感じにはまりました。そのままでは安定しないので根元を輪ゴムで縛って固定します。しっかり固定できたようです。これでプラリペアを流し込めます。それでは造形していきます。プラリペアの造形方法は、スポイトの液体を少し出して針先に水玉を作ります。スポイトは押さずに水玉を粉に触れさせると、水玉が粉を吸い上げて針先に溶けたプラスチックの玉のようなものがくっつきます。この玉を接着したい場所に乗せて、スポイトをちょっとだけ押して液体を少しだけ出します。そうするとプラスチックの玉が針先から離れて接着したいところにくっついて、プラスチックの塊ができます。この作業を繰り返して造形を進めていきます。埋めたいところにすべてプラスチックの玉を乗せて造形できたら終了です。約10分でしっかり固まったようなので、輪ゴムを取って型を取り外しました。うまく造形できたようです。造形後にはバリがあるので、ヤスリで平らになるまで綺麗に削り落とします。結構バリが大きかったので時間がかかってしまいました。なんとか取り付けに問題ない状態まで平らにできたと思います。ということで、今回は助手席側のブレーキランプの接触不良の修理と車体の取り付け部分をプラリペアで造形してみました。次回は運転席側の LED のつかないテールランプの修理を行いますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦していくことをモットーにしています。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。それではまたねー。